こんにちはビートルズワールドニュースです今日はアニーナイチンゲールはジョンレノンの死後ポールマッカートニーにインタビューした最初の人物であることを明かしたとのニュースです83歳で亡くなった BBC ラジオ1のレジェンドアニーナイチンゲールは女性ラジオ司会者として最長のキャリアでギネス世界記録を保持していましたアニーは新しいアンダーグラウンドな音楽や 伝統的に男性優位の業界で働く女性への道を切り開きました。彼女はまた、音楽界の偉大な名前の多くに愛されていました。そして、彼女は何世代にもわたるミュージシャンを擁護し、ビートルズとも良き友人でした。エピソード1ポール・マッカートニーのジョーク・プロポーズビートルズのミュージシャンは、彼の弟子である歌手のメリー・ホクキンにインタビューした際、アニーに結婚を申し込んだが、司会者は冗談で言ったのだと主張した。 ポールの最初の妻リンダと仲の良かったラジオプレゼンターは彼はそんなに本気ではなかったと思いますと笑った。アニーはビートルズの大ファンでこう語っている。彼らは若い人たちがやりたいことをやれるように門戸を開いてくれた。彼らのように世界を変えた人はいないわと語った。エピソード2ビートルズの秘密を守るビートルズのアップルスタジオセッションに頻繁にゲストとして参加したアニーは ジョンレノンとヨーコのことはそれが発表される前から知っていたと彼女は BBC ラジオ放送のデザートアイランドディスクスに出演した彼女は語り秘密を漏らせばグループとの関係が壊れてしまうと説明した私は受け入れられたけれど彼らには一種の掟があることも知っていた彼らを失望させ信頼を壊せばそれで終わりなのと語った 2018年に放送されたザ・ビートルズのポッドキャスト、アイアム・ザ・エック・ポッドのインタビューで、ナイチンゲールは、1980年にレノーンが射殺されたとき、音楽番組、ザ・オールド・グレイ・ホイッスル・テストの制作に取り組んでいたことを明かした。彼女は、その夜、ショーはジョンに敬意を表する特別番組を並べ、マッカートニーは焼中に電話をかけて彼女を驚かせたと言いました。必死だったわ ジョンのことを話してくれる人を探ししてていたたのに、みんななそうう。くれかかったからと彼女は言う人々はあまりに動揺しほとんどの人は動揺しすぎて彼のことを話すことができなかった番組中ナイチンゲールは人々の気持ちを反映させると同時にプロフェッショナルであり放送局であり放送中に感情的にならず後回しに待とうと語っています。その後、 番組の途中でプロデューサーがスタジオに現れ、ナイチンゲールに誰かが電話をかけていると告げました。彼は、ポールが電話で、あなたと話したいと言っていると言いました。彼が誰のことを言っているのか、私にはわからなかった。なんで彼は、こんな大変な番組の最中に誰かと電話がつながっているなんて、なんで言ってくるの私は、ポールって誰なのと言いましたと彼女は言った。ナイチンゲールは続けて、彼はリンダと彼自身。 そしてヨーコとジョージとリンゴを代表してありがとうと言いたかったのですと続けたナイチンゲールは自分はメッセンジャーであり考えている暇はなくただメッセージを伝えただけだと語ったすべてが生中継でそのようなことが身にしみるのはずっと後になってからなのです英国の DJ 兼テレビ司会者は1月11日にロンドンの自宅で短い闘病の後に亡くなりましたアニーはパイオニアであり先駆者であり 多くの人にインスピレーションを与えました。その熱意を視聴者と共有したいという彼女の衝動は、BBC のテレビやラジオで60年間にわたって世界中の放送を続けた後も衰えることはありませんでしたとメッセージには書かれています。彼女がロールモデルになったことを過小評価してはいけません。性的偏見や男性の恐怖に屈することを拒み、扉を壊すことはアニーのように、 聴いたばかりの素晴らしい曲についてだけ話したいと願う何世代にもわたる若い女性たちに励ましを与えました1970年代に BBC の音楽番組「ザ・オールド・グレイ・ホイッスル・テスト」のプレゼンターとしてアニーがテレビで演奏する姿やラジオワンで彼女が最新のブレイクビーツテクノを演奏するのを聞くのはロックンロールの魔法を信じることをやめなかった人の証ですナイチンゲールは1970年代80年代 90年代にラジオワンのリクエストショーの司会を務めたことで有名です。また、ラジオトゥー、ファイブライブ、シックミュージックで時折番組の司会を務めたほか、様々なドキュメンタリー番組も担当しました。私の仕事では、毎週が新しい冒険です。私はそれを楽しんでいますと彼女は昨年7月に語っています。みんな分かってない。ほとんどの人は。 ある程度の年齢になるとポップミュージックに飽きてしまいますそれがどこへ向かうのか右よ曲折に興味を持ち続けていますラジオワンの現在のボスであるアレッド・ハイドン・ジョーンズは声明、ラジオワンの私たち全員が兄を失ったことに打ちのめされています私たちの思いは彼女の家族と友人と共にありますと述べた彼女はラジオワンで初の女性 d j であり50年以上にわたり 業界とダンスミュージックにおける女性のパイオニアでした放送界のレジェンドを失ったと語った以上アニーナイチンゲールはジョンレノンの死後ポール・マッカートニーにインタビューした最初の人物であることを明かしたとのニュースを追悼としてお送りしました今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただきありがとうございますビートルズとゆかりのある方のご不幸が毎年のように続いています残念なことですが その方の方エピソードは、このように語りり継ぐ必要もあるかと思っております。これからもビートルズにゆかりのある方の話も掲載いたしますのでまだチャンネル登録をされていない方はこの機会にチャンネル登録をしてビートルズワールドニュースの他の動画をご覧になっていただきながら次にまたお会いしましょう。